皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ヒーローギミューです。今回ですね、なんだっけ、超うるせえ、やべえ、誰、全員ミュートしたよ。あ、やっと止まったぜ。今回は、藤原達也を使ってね、実況やっていきたいと思います。しっかりとね、藤原達也さんの良さをね引き出して戦っていこうと思いますね。これおら強い、あ、味方立ち回りがキンキンに冷えてやがるよ。ありがてえ。よし、こっちだな。キンキンに冷えてやがる、悪魔的だ。よし、いいぞ。そうですね、最強だよな、やっぱり。お、爆発した。こっちから敵を囲み込むように、後ろから一気に攻めてからの、これダメだ、立ち回りがキンキンに冷えてやがるよ。敵めっちゃ待ってたね、やばいね、出てこないんじゃないか。あ、藤原竜也強すぎ、強い。藤原竜也さんはやっぱり最強やったんや。味方なんで今中打った、決め打ち。ここで一気に攻め込んでいく、いけ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 、ゴー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 、爆弾で吹き飛んでいく、これやばすぎ、これ。ちょっと待てよ、危ねえじゃねえかよ、上に行くなんて、なんて危険なやつ。藤原さんは最強のはずなんだ、藤原さんは。でもまあ最強はマックタブだけどな、最強はマックタブなんだよ。その次に強いのはこれ藤原さんだから、マジで本当に。そういうわ、よっしゃ、めっちゃ強くね、マジマジ、藤原竜也さん最強じゃんこれ。ってうるせえ、お前か、ユッティ、ユッティです。まだ助かる、まだガスかる、それここ、まだガスかる、レボリューション、それここ、まだガスカル、あぶねえ。いやー、レートが低くてね、しっかり打てるっていうね、このやっぱいいよね、低レートの武器って。よし、バルチェ、お前の出番だよバルチェ。あれ、落ちる落ちる落ちる、なんだと、バルチェ頼むぜ、バルチェやってくれなかったみたいだな、バルチェ頑張れ。あっ、テロ幽霊、アジンをなめるな、さあさあ、ああ、これがアジンの力だ、衝撃に備えろ。ああ、終わった、 UV、バルちゃん赤いぞ、せいやー、強くね、藤原マジで強いんだけど、これやばいわ、この武器、この武器やばいわ、マジやばいわ、強えなあ、強え。よし、ナイス、バルちゃん助かったぜ、完璧な援護射撃、しまった、バルちゃん頼む、Thank you very much。 あ、うっそんじゃ、武器落ちてないんすよこれ、武器落ちてないんすよ、弾切れだったっすよ。やっぱ武器は常に拾った方がいいな。後ろ、それきつい。いやー、バルチャー、あ、武器落ちてんじゃん、やっとこう、
い、スクラム、うわー、アムロ勝ちだぞ。くそー、惜しいな。スクラム来るのは分かってたんだけどな。 C4 投げればよかったかな今のね。よっしゃい、藤原強すぎるよ。僕はキラなんかじゃないんだ、信じてくれよ父さん。僕はキラなんかじゃないんだ。強すぎる。なんだこの武器は。味方のブーストーンだな今のはな。俺のブーストーンじゃない、敵のブーストーンでもなさそうだ。よし倒して、敵伏せてんの、あ、気づいてくれた。あ、やめて撃たないで。こんなひどいよあんまりだよ。だが藤原強いぞ、最強だな。いやでも最強はマックタムだからな、これは履き違えちゃいけない。これは2番目だから、2番目の強さ。つえ、あ、落ちた。ちょっとアグレッシブに動きすぎたかな今。ああ、いすぎいすぎいすぎ、 C4 だ。でやーからのいなくなってる。開いたやばい、追いつかれる、やばいやばい、この状況ちょっと真剣にやろうぜ。ちょっとマジにならねえとな。うわ、つせ、まずい。 C4 助かったわ。ちょっとあれ爆破したら自分死ぬあれだったね。 C4 だドッカー。え、今の食らわないってそれマジっすか。あーいやー、やるしかねえ。出ろ幽霊。ふわっ、ちゃー、うわー。幽霊アジン強え、アジン強すぎる。神あと1ポイントで俺らの勝利だ。決めて、あ、終わっちゃった。ドカーン、死んでたわ敵。お、これはショットガンになるやつ。お、ショットガンだ、マジでショットガンだ、やば。すご。任務は成功。俺が1位だ、俺が1位なんだ。いやー、長谷慎君がなんか最強 SMG 藤原みたいなことをやってたら強いのかなと思って使ってみたんですけど、強いっすね藤原、強いっすわマジで。いやー、皆さんおすすめしますね私この藤原は。藤原と、藤原とマックタムがまあ最強ですね。レートいらないよ、威力が欲しい、安定性が欲しい、そんな方ぜひね藤原かマックタム、マックタムもなんかこのゲームやってて思うのが、こう、ね、最初レッドオートサイトを使ってアイアンサイトが見やすいから、アイアンサイトに戻したんですね。レッドオートサイトを外して、あ、リフレックスか、リフレックス外してやってたらなんかこう、あ、ちょっと狙いづらいなと思い始めてきました、ね、いや見やすいんですよアイアンサイト、アイアンサイトは非常に見やすいんですが、なんか当てらんねえなと思い始めて、でじゃあもう一回リフレックスつけよう、なんと当てやすいんすね、リフレックス超当てやすいんですよ。なんで、ね、まあ、アイアンサイトでも当てられる人はもう天才ですから、無理、ちょっと難しいなって思ったらリフレックスがもうあれじゃないかなと思います。ということで、なかなかご視聴ありがとうございました。お疲れさん、また会おう。